はい、それではお時間になりましたので開始させていただきます。ただいまから公益財団法人山梨環境財団及び環境パートナーシップ山梨の主催によります山梨環境活動推進ネットワークフォーラムを開催いたします。私は本日のフォーラムの司会を務めさせていただきます。公益財団法人山梨環境財団並びに環境パートナーシップ山梨事務局の杉山でございます。よろしくお願いいたします。フォーラムをご覧になる皆様にお願いがございます。フォーラム中はズームのマイクとビデオをオフにしてご覧いただくようお願いいたします。また質問等につきましてはチャットにてお願いをいたします。操作方法は事前にお送りしております操作マニュアルの10ページをご覧ください。それでは、初めにですね、フォーラムの開催にあたりまして、主催者を代表いたしまして、公益財団法人山梨環境財団、環境パートナーシップ山梨の加藤事務局長からご挨拶を申し上げます。加藤事務局長、お願いいたします。皆様、こんにちは。事務局長の加藤でございます。一言ご挨拶を申し上げます。本日は山梨環境活動推進ネットワークフォーラムにご参加をいただき誠にありがとうございます。さて、このネットワークフォーラムも今回で25回目を迎えました。長年にわたり実施できますのもひとえに皆様方のご協力の賜物とこの場をお借りいたしまして感謝を申し上げます。ありがとうございます。本日のテーマは脱炭素な未来へ企業と市民のチャレンジとさせていただきました。温暖化や気候変動の対応が喫緊の課題となっているところでございまして、脱炭素に向けた取り組みが重要でございます。山梨県では14年前、全国に先駆けて2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを表明。また一昨年、全国で初めて全市町村共同でゼロカーボンシティを宣言し、目標達成に向けて取り組みを進めているところでございます。脱炭素社会の実現に向けましては、企業や自治体、県民の皆様などとの連携を深めながら取り組むことが大変重要となります。本日はパネリストとして脱炭素に向けた取り組みを行う企業、団体、学生の皆様にご参加をいただいたところでありまして、日頃の活動の状況や脱炭素に向けたさまざまなご意見などを伺うこととしております。どうぞよろしくお願いいたします。結びに、本日のフォーラムが脱炭素について考える、行動するきっかけとなりますこと、ひいては脱炭素社会の実現につながりますよう、記念いたしまして、簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それではここでですね、各主催団体の活動内容を紹介させていただきます。はじめに、公益財団法人山梨環境財団の活動内容を紹介いたします。ご紹介いただくのは同財団の箕浦運営委員長でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました、山梨環境財団運営委員長の箕浦でございます。よろしくお願いいたします。聞こえてますでしょうか。大丈夫ですね。はい。それでは、私の方から、山梨環境財団について、簡単にですけれども、ご説明をさせていただきたいと思います。当財団ですけれども、当財団は、環境に関する普及啓発活動を行い、環境保全に向けた県民の意識の醸成を図る、とともに民間団体の環境保全活動を支援し、本県の環境保全活動の推進に資することを目的に設立された、財団になっております。設立にあたりましては、故若宮清野様より、寄付をいただいたほかに、企業や団体からも寄付をいただき、財団の活動の原資とさせていただいております。こちらの原資を用いまして、いくつかの活動を行っているところです。主な活動といたしましては、民間活動団体への助成事業を行っております。そして2つ目としましては、若宮賞という賞の表彰事業を行っております。3つ目に、山梨環境活動推進ネットワークフォーラムの開催、本日のこのネットワークフォーラムの開催、が、活動の、また一つの柱になっているところです。
まず一つ目の、民間活動団体への、助成事業について、ご説明をいたします。当財団では、環境活動団体が行う環境保全のための活動に対しまして、活動に要する、経費の助成を行っております。本事業は県内における団体が自発的継続的に行う活動の促進を図り、本県の良好な環境の保全及び創造に資することを目的としていますということでして、これまで継続的にですね、様々な、環境活動団体に対して、ですね、助成を行ってきております。今年度ですけれども、10団体に対しての助成を行っています。こちらのスライドが、今年度、令和4年度に、助成をさせていただいている10団体ということになります。こういう形で、助成に、よりまして、それぞれの、活動を支援させていただいているというのが、この助成事業ということになります。はい、2番目です。若宮賞という賞の表彰事業になります。こちらは、民間団体や個人による環境保全に向けた取り組みの事例を募集しまして、優秀な事例について表彰を行うというものでございます。民間団体や個人が、環境保全に向けて、取り組んでおられる、そういう取り組みを、応援していくという意味で、その活動を大きく育てていくために、この表彰事業を行っているところでございます。今年度の表彰団体ですけれども、八ヶ岳自然クラブさんという団体に、表彰させていただいております。最後に、山梨環境活動推進ネットワークフォーラムの開催でございます。本日は大変お忙しいところ、皆様にご参加いただきましてありがとうございます。こちらのネットワークフォーラムにつきましては、パートナーシップさんと、共同開催という形で、例年、主催をさせていただいているところです。県内の環境保全に向けた活動を行っている団体や企業、個人による活動発表の場を通じて、参加者相互の情報交換とネットワーク作りを目的に開催しております。コロナ以降、こういう形の、オンラインの開催ということになっておりますけれども、以前には、対面の形で、いろいろな、工夫もしながらですね、ネットワーク作りということで、行ってきたところでございます。ということで、以上簡単ではございますけれども、当財団の活動の紹介をさせていただきました。今後も民間活動団体の助成をはじめとしまして、様々な事業を行いまして、山梨県の環境保全の、促進、に、資する活動を行ってまいりたいと思いますので、今後、何か、皆様と、いろいろご一緒できる機会がありましたら、ぜひよろしくお願いしたいと思います。簡単ではございますが、紹介に返させていただきます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。続きましてですね、環境パートナーシップ山梨の活動内容を紹介をいたします。ご紹介いただきますのは、同団体のですね、志村企画委員長でございます。それでは、志村企画委員長、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。環境パートナーシップ山梨で企画委員長を務めております志村です。本日はよろしくお願いいたします。これから環境パートナーシップ山梨の紹介をいたします。環境パートナーシップ山梨は平成9年に環境首都山梨づくりパートナーシップ連絡会議の名称で設立され、平成16年に環境パートナーシップ山梨に名称を変更し活動をしております。本日は主な活動を皆様に紹介させていただきます。まず、環境パートナーシップ山梨の設立目的から説明させていただきます。資料にありますように、快適な生活環境の創造と豊かな自然環境の保全を推進し、循環型社会システムを構築するための自発的な活動の推進母体として、広く県民の総意を集め、環境保全活動に係る個人、団体、企業のネットワーク作り、および地域に根ざした活動団体の育成を図り、継続的かつ着実な環境保全活動の推進を図ることを目的に設立されました。現在の組織構成ですが、一般社団法人
山梨県トラック協会の坂本正彦相談役を会長に、87団体、8企業、42個人の合計132の会員で構成されています。続いて、環境パートナーシップ山梨の主な活動を紹介します。今年度の主な活動は、エコライフお絵かき川柳コンテストの開催と、本日、公益財団法人山梨環境財団と共催で開催している山梨環境活動推進ネットワークフォーラムとなります。その他にも、開放誌の発行や、県民の日での普及啓発活動を実施しております。それでは、各事業の内容を紹介させていただきます。まず、エコライフお絵かき川柳コンテストについてです。本事業は、県内の子どもから大人までを対象に、お絵かきや川柳の作成を通じて、環境に優しいライフスタイルを考えていただく機会を提供するために実施しております。応募のテーマとしては、省エネやマイバッグ、マイ箸、マイボトルなどの幅広いテーマから応募いただくことが可能です。なお、お絵かき部門は中学生までの児童・生徒を対象に実施しておりますが、川柳部門については子どもからお年寄りまで幅広い年齢層でご応募いただくことができます。今年度は、お絵かきの部門に212作品、川柳の部門には223作品の応募をいただきました。応募いただいた作品の審査会を実施し、お絵かき作品と川柳作品の会長賞を決定するとともに、環境パートナーシップ山梨の会員団体や企業から協賛をいただいておりますので、協賛いただいた団体や企業名を冠した賞も設け、表彰をしております。続いて、環境活動推進ネットワークフォーラムの説明をさせていただきます。本フォーラムは、公益財団法人山梨環境財団と共催で、県内の環境保全に向けた活動を行っている団体や企業、個人による活動発表を通じた参加者相互の情報交換とネットワーク作りを目的に開催しています。本日のフォーラムではこの後パネルディスカッションが予定されていますので、引き続きお楽しみください。最後に、環境パートナーシップ山梨では会員の募集を行っております。団体・企業は年会費5000円。個人会費は年会費500円となっております。事務局は山梨県自然共生推進課が担当しておりますので、興味を持たれた方はお問い合わせをいただければと思います。以上で環境パートナーシップ山梨の活動紹介を終わります。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではですね、これより、脱炭素な未来へ山梨の企業と市民のチャレンジをテーマにパネルディスカッションを始めたいと思います。進行の方は公益財団法人山梨環境財団の戸谷尾運営委員にお願いをいたします。それでは戸谷尾委員お願いします。はい、よろしくお願いします。ということで今日のメインのパネルディスカッションに向けてスタートをしていきたいと思います。皆さん、画面の前で結構です。ちょっと伸びをしてください。今日はね、4名の方にいろいろな事例紹介していただきますけど、どうぞリラックスしながら聞いていただけたらいいなと思いますし、先ほどもご案内がありました、チャットの方にですね、随時質問であったり、あるいは感想とか、そうそうみたいなこととかね、発表している側はなかなかこう今日はね皆さんの顔を見ながらっていうことが難しい状態ではありますので、でもちょっとしたコメントなんかがあるとね、いろいろキャッチボールしながら受け止めながらできるかなとは思っております。前半のところに4名の方に10分ずつ順に各事例活動を紹介していただいて、後半のところでお互いへの質問なんかも含めながら話を進めていきたいなと思っております。
ということで、まず最初に、お話しいただくのはですね、山梨中央銀行の豊島さんですね。豊島さん、ご用意よろしいですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、では、どうぞよろしくお願いします。皆さん、心の中で結構です。盛大な拍手を。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。皆様、こんにちは。私は山梨中央銀行の豊島と申します。この度は、このようなネットワークフォーラムにお招きいただきまして、誠にありがとうございます。本日は、皆様の貴重なお時間を頂戴いたしまして、山梨中央銀行の脱炭素の取り組みについてご紹介させていただきます。はい、お待たせいたしました。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それではですね、投稿について簡単に紹介させていただきます。次のページをお願いいたします。当行は1877年に第10国立銀行として創業しました。次のページお願いします。以来経営理念であります地域密着と健全経営に徹し、地域社会の発展とともに成長し、今日の基盤を築いてまいりました。次のページお願いします。2022年4月から中期経営計画トランスキューブ2025を実施しております。次のページお願いします。社会全体がサステナビリティを施行する中、中期経営計画のスタートに合わせて、当行グループのパーパス、存在意義、次のページお願いします。山梨から豊かな未来を切り開くを定めました。次のページお願いします。私たちは、地域のリーディングバンクとして、次のページお願いします。豊かで活力や幸福感に満ち溢れた、ウェルビーイングな山梨を実現します。次のページお願いします。そして長年にわたり築き上げてきた東京地区での営業基盤をはじめとした多くの人的、組織的なつながりを生かし、次のページお願いします。山梨から豊かな未来を世界に向かって切り開いていきます。東行グループのパーパスを動画にまとめましたので、ここでご覧いただきたいと思います。山梨にはどんな可能性があるだろう。魅力的な食や文化、豊かな自然にあふれ、雄大な富士山がいつでも私たちに寄り添ってくれている。そんな山梨で働く人々もまた魅力にあふれている。山梨にはたくさんの可能性が詰まっている。そんな山梨をより豊かに、そして元気にしたい。山梨の魅力をたくさんの人に知ってほしい。私たちは全てのお客様と手を取り合い、山梨の可能性を広げ、それを叶えていきます。山梨から豊かな未来を切り開く。私たちは山梨中央銀行です。それではまた事務局の方で画面共有戻しましたので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ次のページお願いします。これからは当行の脱炭素の取り組みについてご紹介いたします。2022年12月、私たち山梨中央銀行グループはサステナビリティ方針を制定し、経営理念、地域密着と健全経営のもと、地域の皆様に総合金融サービスを提供するとともに、人口減少問題や気候変動問題などの地域社会を取り巻く様々な課題の解決に誠実に取り組み、中長期的な視点で社会価値、経済価値の向上を目指してまいります。これらの取り組みを通じて、すべてのステークホルダーの皆様とのより良い信頼関係を構築し、皆様と共に持続可能地域社会を実現してまいります。次のページお願いします。また、このサステナビリティ方針に基づき、県土の約8割を森林で占め、未実現に恵まれた山梨県に、
事業基盤を置く金融グループとして、豊かな自然環境の未来世代への継承は、私たちの重要な社会的責務であるとの認識のもと、気候変動問題及び生物多様性保全をはじめとする環境課題の解決に積極的に取り組み、持続可能な地域社会の実現に貢献すべく、環境方針を全面改定いたしました。次のページお願いします。この環境方針のもと、東光グループが脱炭素に向けて取り組む施策として、まずはじめにご紹介するのは、東光及び東光役職員による環境保全活動、山梨中銀エコアクションの実施です。次のページお願いします。この活動は、脱化石燃料、森林資源の保護活用、水資源の保護活用の3つのテーマに向けて、次のページお願いします。東光が行う取り組みとして、再生可能エネルギー電気の導入、電気自動車などのエコカーの導入、環境配慮型店舗、ゼブ店舗などの拡大、森林資源の保護活用、次のページお願いします。次のページお願いします。東光役職員が行う取り組みとして、ペーパーレスの徹底、節電の徹底、複合機の集約、最終就業時刻19時の徹底、山梨クールチョイス県民運動への参加を掲げ、次のページお願いします。東光グループ全体で取り組んでおります。次のページお願いします。次にご紹介するのは、再生可能エネルギーによる電力の導入です。次のページお願いします。東光本店及び電産センタービルにおいて、山梨県営水力発電所で発電する再生可能エネルギーによる電力、山梨パワーネクスト、ふるさと水力プランを導入しました。この電力は、山梨県と東京電力エナジーパートナー株式会社が提供する、山梨県営水力発電所で発電された CO2 フリー電気です。この電力は、東京電力エナジーパートナー株式会社の標準的な電力料金に、山梨県の環境保全事業などの施策に充当する金額を加算した料金での供給となりますので、電気料金の支払いを通じて、山梨県の環境保全に貢献することができます。次のページお願いします。この電力の導入により、東光は年間で約1517トン、杉の木で申しますと、約11万本分の CO2 排出量を削減することができます。次のページお願いします。次にご紹介するのは、超小型バッテリー式電気自動車、DEV の導入です。次のページお願いします。気候変動、環境保全の一環として、トヨタ自動車株式会社の二人乗り電気自動車であるシーポット、トヨタ車体株式会社の一人乗り電気自動車であるコムスを合計6台導入しました。次のページお願いします。導入した電気自動車の走行時の CO2 排出量は、従前のガソリンを燃料とする軽自動車の約半分程度となります。次のページお願いします。次にご紹介するのは、山梨県有林 J バーの購入です。次のページお願いします。山梨県有林では、間伐を行うことにより、森林が吸収した CO2 をオフセットクレジット、J バー制度によりクレジット化し、これをカーボンオフセットに取り組んでいる事業者に販売しています。カーボンオフセットとは、日常生活や経済活動で避けることができない CO2 などの温室効果ガス排出量のうち、どうしても削減できない量の全部、または一部を他の場所での排出削減、吸収量でオフセット、埋め合わせすることを言います。次のページお願いします。東光は今年度、山梨県有林ジェーバーを30トン購入しました。次のページお願いします。これにより、東光は今年度の CO2 排出量の合計から30トンを削減することができるようになりました。次のページお願いします。最後に、東光が取り組んでいる環境負荷低減に向けた取り組みを2つご紹介させていただきます。次のページお願いします。最初にご紹介するのは、紙製クリアファイルの導入です。次のページお願いします。
2022年4月に施行されたプラスチックに係る資源循環の促進等に係る法律への対応、および脱プラスチックへの対応といたしまして、お客様に資料などをお渡しする際に使用しているクリアファイルをプラスチック製から紙製に順次切り替えております。紙製クリアファイルは従来のクリアファイルのようなプラスチック素材を一切使用せず、すべて紙素材を使用しております。次のページお願いします。最後にご紹介するのは、生物多様性のための30 by 30 アライアンスへの参加です。次のページお願いします。持続可能な世界、地域社会の実現と、継続的な企業価値向上を共に実現するため、環境省などを発起人とする生物多様性のための30 by 30 アライアンスの趣旨に賛同し、同アライアンスへ参加しました。次のページお願いします。30 by 30 とは、生物多様性の損失を食い止め、回復させるというゴールに向けて、2030年までに、陸と海の 30% 以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする国際的な目標です。次のページお願いします。当校は今後も気候変動問題、生物多様性問題をはじめとする環境課題の解決に向けて、地域の旗振り役となり、山梨県全体の脱炭素の推進を積極的に行ってまいります。次のページお願いします。ご清聴ありがとうございました。以上で終わります。はい、糸島さん、一番手どうもありがとうございました。すいません、うまく画面が出せず申し訳ございませんでした。いやいや、このオンラインではね、よくあるかなと思いながら。すいません。はい、小型電気自動車も見たこともしかしてあるよって人もこの中にいらっしゃるかもしれないですね。お伺いしているところ、最後のところでこの生物多様性のね、ことも出てきたりとか、なかなかこうやって改めて聞く機会って少ないので、すごく嬉しいなと思ってます。はい。今回参加していただいている皆さんもね、ぜひ、チャットの方にコメントなど、もしよかったら、記入いただきながらと。ことで進めていけたらと思います、はい、よろしくお願いします。ではですね、続いてご登壇いただきますのは、相川プレス工業、そして、先頭田板金工業共同企業体ということで、僕ちょうど北杜市なので相川プレス工業さんのお話は北杜市役所のことでね、よくおおと思いながら今回詳しく話が聞けるのすごく楽しみにしております。はい、ご準備の方はよろしいですか？あ、はい、大丈夫です。はい、それでは、相川プレス工業さんからの紹介になります。よろしくお願いします。はい、はじめまして、相川プレス工業の相川と申します。本日はこのような機会をいただきまして大変嬉しく思います。本日はまあ短い時間ですがよろしくお願いします。これより株式会社相川プレス工業、株式会社先導田板金工業共同企業体の紹介をさせていただきます。八ヶ岳、南アルプス、さらに富士山を眺望することができる大自然に囲まれた北杜市高根町で金属プレス、プラスチック成形、アッセンブリ事業をさせていただいております。地元の皆様と共に山梨県の環境保全に取り組んでおります。株式会社先導田板金工業は相川プレスグループの傘下において屋根上太陽光発電設置及び運営を主とした環境推進に取り組んでいます。本日はいただいた貴重なお時間の中ではありますが、私たち共同企業体の環境保全、脱炭素社会へ向けた現在の、そして未来への取り組みをご説明させていただきます。アジェンダとしまして、3つの大きなテーマでご説明したいと思います。昨年、2022年は何が実際に起きていたのでしょうか。振り返ってみますと、世界各地で、大きな自然災害が起きました。例えばパキスタンでの大洪水、
国土の3分の1が水没したと言われています。アメリカ・フロリダを襲った巨大ハリケーン、インド・デリーでは最高気温49度を記録しました。アフリカでは干ばつ。今ご紹介したのは世界各地で起こった自然災害の一部です。地球温暖化が原因と言われている異常気象が続いています。この方をご存知の方はおられると思います。グレタさんです。環境保護推進の活動を行い、今まで他人事や無関心でいた環境問題を身近で起きている自分事、日常生活として捉え、私たちに深く関わる危機を子どもならではの目線や熱い言葉で大人や政府機関、世界に提唱しています。まさに多くの人々、企業の取り組むきっかけとなりました。他人事から自分事へ、今まで環境問題は政府や大企業が取り組むものと思っていたのではないでしょうか。環境問題を非日常のものとして捉えがちでしたが、今まさに私たちが迫っている危機としての例として一軒の家、家庭を例にします。このページの画面左側のイメージ図を見てください。リビングではいつも通りの生活。しかし知らず知らずのうちに屋根裏が火事になっているのです。いつの日か地球そのものが火事になってしまうかもしれません。それが右側のイメージ図となっています。私たちには今すぐ取り組まなければならない難しい宿題が課せられています。本日のテーマは脱炭素な未来へ、山梨の企業を市民のチャレンジですが、私たちができることはたくさんあると思います。それでは、アイカープレス工業グループが行っている取り組みを紹介したいと思います。私たちアイカープレスグループとして、まだ脱炭素の言葉がないおよそ10年ほど前から、全国でも珍しく、山梨県では初めての本社工場内に太陽光発電による脱炭素への取り組みを始めました。現在ではグループとして山梨県を中心として屋根上に 23.8 メガワット、200箇所を超える発電所を設置・運営しており、7260トンの二酸化炭素削減効果を実現しております。これは杉の木約51万8000本の植林数、東京ドームでいうと65個分の広さに相当します。また、私たちはこの脱炭素をグループ全体で推し進めてまいりたいと考え、2023年2月1日現在の7260トン CO2 削減を、7年後の2030年には50メガワット、約1万5000トンの CO2 削減へ、2050年には100メガワット、約3万トン CO2 削減へと、全国にも先駆けた屋根上太陽光発電を活用した、より高い脱炭素化の実現をしてまいりたいと考えております。続いて、株式会社千道田板金工業の方より、より詳しい現在の取り組みをご説明させていただきます。少々お待ちください。はい、続きまして、株式会社千道田板金工業の千道田が、私たちの具体的な取り組みとして、ご説明させていただきます。まず、私どものこれからも、すみません、ちょっと画面の、改めまして、私たちのこれからも取り組む、脱炭素、私たちがこれからも取り組む脱炭素と環境防災への働きとして4つのキーワードでご説明をさせていただきます。
まず、先ほど相川社長の方からありましたように、グループ全体で206箇所の屋根上の発電所の運営をさせていただいておることで、再生可能エネルギーの、補給をさせていただいております。これが災害時のライフラインおよび電源確保、農業地帯での非常時電源の確保に、寄与しているということでございます。およびですね、分散型電源ということでございますので、気候災害および、我が県は、富士山を抱えております、ことで、噴火、降灰等の、災害にも備えなければなりません。はい。およびですね、脱炭素に貢献できる共闘地域を中心とした、我が県特有の、果樹農業を中心とした、時期になりますと、剪定し等を燃やすことによる、ファオパーミルイニシアチブの取り組みということも進めております。はい。民と官が、環境、脱炭素と、防災レジリエンスのリスクを分散するよう取り組み、地域住民の生活を支え、自らも、自立継続事業をする役割分担を担ってまいりたいと、思っております。はい。取り組みの目的と手段ということで、あります。太陽を手段ということで、屋根上の再生可能エネルギーの活用推進を実践すること、これで、直接効果としては、事業所様の負担がなく、電気代の削減に伝わるということでございます。それが目的に関しては、RE100 および、SDGs、まあ、脱炭素につながっていくということであります。もう一つの手段として、農地を、活用して、フォーパーミルイニシアチブの事業化を、進めてまいりたいということで、おります。はいはい。まず我々が先行して取り組んでおります屋根上の自家消費型太陽光発電システムに、おきましてはですね、FIT による、屋根の、太陽光は当初、フィットという、仕組みによりですね、売るということがメインでございましたけれども、発電して系統へ売るということがメインでございましたが、今現在は電力高騰もありますので、まあ、蓄電池はまだなかなか進んではおりませんけれども、後々蓄電池に貯めたり、まあ、とにかく上手に、使う、下屋根で発電して下で使うということですね。これを、パワーパーチェスアグリーメントという PPA という仕組みで、行っております。電力売買契約という、意味でございます。まあ、それによる、分散型の、発電所による、電力の地産地消、まあ、系統電源への負担の軽減ということにつながっております。はいはい。具体的な取り組みの実例ということでございまして、公共施設におきましては、北東市役所様の屋根に、包括連携協定を結ばせていただきながら、屋根の発電所を進めていくということでございまして、昨年12月よりです。発電を開始して事業開始を行っております。あと大手県内の大手スーパーマーケットもですね、電力を多く使っておりますので、そのスーパーマーケットさんの屋根に広大な屋根がありますので、発電所を運営させていただいております。はい。先ほどのフォーパーミルイニシアチブの取り組みに関しまして、ちょっと詳しくですね、ご説明させていただきます。ここに書いてありますようにですね、我が国山梨県はですね、果樹王国でございますので、山梨県だからこそできる身近な脱炭素、山梨県では剪定種を農地で焼くという見慣れた光景と習慣がありますが、世界でも最も合理的な最先端な脱炭素実現への近道の一つということになっております。これはですね、ここにあります、これは、無煙炭化器というものでございまして、こちらで、剪定種等を燃やすことによって、CO2 が出なくてですね、ここに下にありますが、灰でなく炭にするだけで、脱炭素に、寄与できると
ということでございます。ここに燃焼のイメージがここにございますけれども、ここでこういうふうに燃やすことによって CO2 が出なくてですね、炭を、ね、作ることができるという仕組みでございます。これは山梨県も取り組んでいる仕組みでございます。はいはい、それとですね、最後の方に、弊社に200数箇所のですね、発電所を、運営しておりますので、大雪、2014年の2月の15日がですね、皆さんにもご記憶にまだ新しいと思いますが、大雪がございました、山梨県は。その時に、陸の孤島となってしまった山梨県の、あのところでやっぱり屋根にですね、多くの雪が積もって、建物に影響を与えるとかそういうことがございましたけれども、それに対してですね、弊社は外部の仕事、外装の仕事をしている、職人さんたちで、雪下ろしネットワーク山梨というものを、組織しておりまして、大雪になった時には雪を下ろすことをですね、迅速に活動できるように活動しております。それともう一つ、山梨県には先ほど申し上げたように富士山を、ね、抱えている県でもございますので、レジリエンスとしてですね、富士山の噴火及び降灰等々にも対応できるように取り組みをしている次第でございます。はい、以上で、私たちの具体的な取り組みは、地域とともに、アイカーグループ全体としてですね、脱炭素環境へ大きく、貢献してまいりたいというふうに思っております。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。アイカーさん、先頭田さん、どうもありがとうございます。代表自ら来ていただいてとっても嬉しいなと思います。電力の、ね、地産地消というキーワードも出てきました。また山梨ならではの活動とかね、山梨というこの特性を生かしてのこうそれに対応したこうお話も出てきたかなと思います。今上がってきたね、山梨フォーパーミルのお話もね、確かにこの果樹王国、山梨だからだなということもすごく感じましたし、お日様がね、たくさん降り注ぐこの山梨土地だからこそだなってことも思いながら僕は聞いていました。はい、皆さんはね、ちょっとどんなふうに受け止めたでしょうか。はい、さあ、今回はですね、山梨のこう企業と市民のチャレンジ、脱炭素な未来ということで、まあ、今山梨中央銀行さん、そして、アイカープレスさんと、まあ、企業の立場というかね、からお二方、ご登壇をいただきました。続いて、3番目にご登壇いただきますのは生活協同組合パルシステム山梨の池谷さんですね。団体でもありますし、特にその暮らしとともにというかね、生活者の目線 でのこともお伺いできるかなと思っております。池谷さん、ご準備よろしいですか？はい、ありがとうございます。はい、今画面を共有させていただきます。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。投影されました。はい、申し訳ありませんでした。では、お戻しいたします。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、改めまして、私は生活協同組合パルシステム山梨で、管理運営本部長をしております、池谷と申します。本日はこのような機会をいただきまして、誠にありがとうございます。本日のテーマである、脱炭素の未来へ、についてですね、少しお話をさせていただく前に、パルシステム山梨について、ご紹介をさせていただきたいというふうに思います。次のページをお願いいたします。はい、私どもは、生活協同組合、生協であるわけなんですが、生協は消費者がお互いに助け合いながら、より良い社会を実現する組織となっております。中心となる事業は食品を中心とした商品のお届けになるわけですが、パルシステム山梨のビジョン、関わる、つながる、支え合う、私たちは協同組合として人、暮らし、社会を見つめ、笑顔あふれる地域を作りますを掲げております。発足当時から進めてきた事業や活動そのものが SDGs の目標達成に向けた取り組みとして様々な行動を進めさせていただいております。
環境に配慮した商品や産地直結の商品の提供、3R の推進、生活サポートなど、様々な活動が評価され、パルシステムグループでは第1回ジャパン SDGs アワードを2017年に受賞いたしました。SDGs の17の目標は、一つ一つの課題ではありますが、それぞれが互いにつながっており、すべての問題について同時進行で解決に向けて動くことが重要であるというふうに考えております。次のページをお願いいたします。はい。パルシステムでは5つの領域、共同、農、環境、平和、食で SDGs の実現に向けた取り組みを行っております。共同では、連携と共同の輪を広げ、つながりある地域社会を目指しています。農では、産地との強いつながりの力を発揮し、日本の農林水産業の復興と再生を目指しています。環境では、環境負荷と省エネに重点を置いた事業の構造を目指すとともに、環境に優しいライフスタイルを提案し、持続可能な社会づくりを目指しています。平和では、諸団体と連携し、世界の平和と貧困問題の解決に向けて取り組んでいます。食では、生産者と消費者である組合員とが、共同で暮らしと食の安心安全を確保し、また豊かな日本の食文化を守ることを目指しています。本日は、この中でも主に環境に関連した取り組みをご紹介させていただきたいというふうに思います。次のページをお願いいたします。まず先ほどの環境に関する取り組みをご紹介する前に、パルシステムグループのメンバーシップについて少しご紹介をさせていただきたいというふうに思います。パルシステムグループ、パルシステム連合会は、首都圏を中心とした10の地域政協が加入する連合組織です。政協の原点である人との助け合いを大切にし、食を中心とした商品供給事業や、共済、保険事業、福祉、電力事業など生活に寄り添った事業を進めています。活動エリアは1都12県で展開をしており、全体の組合員数は146万人を超えています。山梨県においても約5万人の方にご加入をいただいており、県内約 15% の世帯の方に現在もご利用いただいております。次のページをお願いいたします。次に、パルシステム事業の特色ですが、生協の宅配は毎週定期的に訪問をし、全州に注文された商品をお届けする仕組みとなっております。注文からお届けまで1週間あるため、調達に発生する食品ロスがほとんどありません。まさに生協の宅配の仕組み自体が環境配慮に適した仕組みとなっております。次のページをお願いいたします。環境への配慮として、まずは廃棄物の発生を抑制するリデュース、廃棄物を廃棄せずに再利用するリユース、廃棄物を原料として再利用するリサイクルの 3R 運動です。様々な容器、包装を毎週回収し、資源循環と廃棄物の削減に取り組んでいます。定番の牛乳パックから調味料の瓶、卵のパックなど様々回収させていただいております。一般的にはあまり回収されていないジュースなどに使用されている、内側がアルミのコーティングされた素材なども、素材やヨーグルトのカップ、こういったものも回収をさせていただいております。次のページをお願いいたします。資源の回収状況については、各商品の推移をご覧いただければと思いますが、パワーポイント資料の右側にチラシを付けさせていただいておりますが、このようなチラシなどを活用し、組合員さんへの周知、回収への協力を呼びかけを行っております。先ほどご紹介させていただきました資源以外にも、毎週お配りをしているカタログやチラシ類、これらなども回収をしております。カタログについては、現在インターネットやスマホアプリなども使用した注文もでき、紙資源の削減に向けた取り組み、そういった仕組みを利用することもできるようになっております。資源回収については、組合員さんのご協力により、供給量の約6割から7割の資源を回収することができております。
次のページをお願いいたします。次に、プラスチック削減に関する取り組みの一部をご紹介させていただきたいと思います。パルシステムでは、野菜やお肉の単品の素材以外に、お料理セットというタレやレシピがカット野菜とセットにされた商品を販売しております。これまではプラスチックトレイでお届けをし、回収をさせていただいておりました。近年、プラスチック削減への社会的な要請、これらに応え、トレイをですね、トレイを 紙製に切り替えさせていただきました。これにより、パルシステムグループ全体で約146トンのプラスチックが削減される見込みとなっております。次のページをお願いいたします。次の商品は、皆さんにも身近にあるトイレットペーパーです。こちらは宅配で商品をお届けする生協ならではの商品となっております。もちろん原料として回収した牛乳パックなども原料としては使用させていただいているわけですが、写真では少し分かりにくい部分もあるかもしれませんが、店頭から持ち帰る際の取っ手部分がありません。ご自宅まで商品をお届けする生協の仕組みならではの発想でプラスチック削減を行っております。次のページをお願いいたします。次の商品は地球の未来に真面目なボディーソープです。一般的なボディーソープはプラスチック容器に入っていますが、この商品は紙パックの容器になっております。使用後は回収してリサイクルすることもできます。プラスチック容器の製品に比べ、石灰由来の原料の使用をぐっと減らすことができます。お風呂場など濡れやすい場面でも耐水性に心配はありません。こちらの商品はグッドデザイン賞ベスト100やサスティナブルコスメアワードなども受賞した商品となります。中身まで未来思いのこの商品は容器だけでなく中身は自然由来の油脂を使用した石鹸となっております。保湿性を高めるオリーブ油には農薬にできる限り頼らず育ったオリーブオイルや泡立ちを良くするための環境に配慮した持続可能な農法で育てられたパームオイルなどを使用し、商品全体で環境に配慮した商品となっております。次のページお願いします。先ほどまで紹介したもの以外にも、包装プラスチックのサイズを見直したり、プラスチックストローから紙ストローへの変更をしたり、植物由来の原料を使用、再生プラスチックを使用するなど、さまざまな商品でプラスチック削減に取り組んでおります。次のページをお願いいたします。次は食品ロスに関する削減に関する環境への取り組みです。もったいないの発想で食品廃棄を減らす取り組みになっております。資料にある、パワーポイントにある2点の商品は食品ロス削減商品のごく一部ですが、左側の商品は茎が長めのブロッコリー、実は廃棄率の高いブロッコリーの茎部分を長めにカットして販売をしております。カスタードプリンは、生協の仕組み上どうしても発生してしまう余剰卵を加工原料として活用した商品となります。日本における食品ロスは年間500万トンを超え、国民1人当たりでは110グラム、お茶碗1杯分を廃棄しています。世界の温室ガスの約 10% の発生源とされており、脱炭素に向けた取り組みと合わせて重要な取り組みとしてご紹介をさせていただきました。次のページをお願いいたします。最後になりますが、パルシステムは商品を通じた環境配慮と事業活動を通じた地域コミュニティの形成、組合員の賛同や協力による環境への取り組みを行っております。生協を通じたお買い物の中で、意識的に環境に配慮した商品を選択していただくことや、利用から回収という生協のシステムを通じた環境への意識向上、組合員一人一人の一歩を県内5万人のメンバーシップの力で大きな力に変えられるよう取り組んでおります。パルシステム山梨としては、組合員の思いを大切に、これからも環境に配慮した事業を推進していきます。本日のテーマである企業と市民のチャレンジ、そのどちらにも該当する生活協同組合として脱炭素の未来へ向けてチャレンジしていきたいと思います。はい、最後お願いいたします。はい、以上で報告を終了させていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、池谷さんどうもありがとうございました。すごい
細かいところも丁寧に一つ一つ積み上げてるんだなっていうのが伝わってくるご紹介だったかなと思います。ね、でもその組合員のね、この数のことを考えると、やっぱりその小さなことの積み上げがやっぱり大きな力になっていくのかなということも同時に発表をお伺いしながら感じていました。はい、また後ほどね、いろんなお話お聞かせください。はい、ありがとうございます。さあ、今日はね、4人の方に、まずはお話をしていただくという形なんですけれど、今日4番目、最後の方はですね、今回の中で一番、若い世代のメンバーになりますかね。鶴文化大学の、シェアハピの須崎さんの。よろしくお願いします。見えてますでしょうか。はい、OK です、はい。ありがとうございます。まず本日はお招きいただきありがとうございます。鶴文化大学の、地域社会学科という学科に所属しています、須崎とわと申します。本日は僕が所属している、サークルであるシェアハピっていう、環境系のサークルについての紹介をしたいと思います。よろしくお願いします。まずシェアハピの、私たちシェアハピの、どんな団体かっていうのを紹介します。まず、設立されたのが、だいたい2年ぐらい前の、2021年の7月頃に設立されました。で、人数としては、まあ、現在は、だいたい15人ぐらいが所属しています。で、その中でも、プロジェクトが、まあ、たくさんあって、まあ、その中でも、このような、大学再エネ化プロジェクトだったり、ベジメニュー導入プロジェクトだったり、いろんなものがあります。で、私たちシェアハピの設立された経緯としては、まず、社会問題について真面目に話し合える仲間が、まあ、あまり大学内でなかなかいないっていうのと、社会システムが変わらないと、まあ、実際に社会問題は解決されないと感じたから、設立されたことになります。で、私たちの理念としては、まず、ラフに社会問題を語るってことと、語れる場を作るってことと、そして、そこからさらにアクションを起こして、まあ、それから社会を変えていくっていうのが私たちの理念となります。で、次に、そのプロジェクトの一部である大学再エネ化プロジェクトについて紹介します。このプロジェクトのプロジェクト目標は、最終目標である日本社会の再エネを、日本社会に再エネを増やすっていうことに向けた最初の段階として、鶴文化大学に電気を鶴文化大学の電気を再エネに転換することというのを目標にしています。で、このプロジェクトの進行状況としては、まず、外部のエネルギー業界の人たちから、再エネについていろいろ教えてもらったり、大学職員や学長と学長さんに、直接、大学を再エネ化しませんかっていう、まあ、いろんな提案を処理する機会を設けています。で、あとは、大学の一号館というところに、ソーラーパネルの設置に向けて、大学、そして市役所の人たちと相談しながら進めている状況になります。で、また、電力会社の切り替えも提案しているんですが、まあ、現在のウクライナ問題だったり、再エネ業界の、まあ、いろんな厳しい状況を含めて、厳しい状況の影響で難しい状況にあります。で、今後どうしていこうかっていうことで、まず署名活動の検討だったり、1号館にソーラーパネルを設置することを向けて本格的に活動するっていうことが挙げられるんですけど、まだ、この活動に、このプロジェクトについては、今後の見通しがまだ立てられていない状況に立てられていなくて、まあ、話し合えていない状況になります。次に、学食にプラントベースのベジメニューを導入するっていうプロジェクトについて説明します。このプロジェクトの目標は、誰もが学食を楽しめるように、ヴィーガンメニューの常設をすること。誰もが楽しめるっていうのは、まあ、例えば肉が食べられないっていういろんな人がいると思うんで、まあ、それに、そのために楽しめるように、ヴィーガンメニューの常設をすること。そして、様々な社会問題、例えば気候変動だったり、動物搾取だったり、人権侵害といった問題を解決するために、菜食を実践したい人の支援をすること。が目標となっています。で、このプロジェクトの進行状況としては、まず常設化に向けて、
月1回で学食でベジメニュー、ベジイベントっていうのが開かれているんですけど、そこでプラントベースメニュー、植物性の、メニューの提供だったり、あと菜食についてのアンケートというのも実施しています。また、ベジマップっていう、鶴市周辺でベジメニューを提供しているお店を示しているマップの作成をしています。で、このプロジェクトの今後は、菜食に興味がある人が出演しやすいような環境を作ることだったり、ベジイベントの頻度を増やすことだったり、あと学校側、そして、教授にいろんな補助をしてもらうこと、そして、他のサークルとコラボすることを考えています。次に、岡島プロジェクトというプロジェクトについて紹介します。で、まず、岡島っていうのは、鶴市にある、大学の近くにあるスーパーのことなんですけど、もうそのスーパーを、鶴市を環境先進都市にするために、そのスーパーの岡島と協力をしながら、鶴周辺の他食料品店に向けて、環境配慮型店舗モデルの発信をすることを目標としています。このプロジェクトの状況としては、まず、省エネ推進のために、冷蔵庫に扉をつけること。これは既に達成済みです。で、そういった省エネだったり、手前取り、フードロスを削減するための手前取りを意識してもらうために、ポスターを作成すること。そして、レジ袋の代替として、ゴミ袋の販売をするために、市役所と協力しながら検討しています。で、また、脱プラに向けた取り組みの提案。脱プラっていうのは、例えば、量り売りであったり、無駄な包装を減らす。例えば、野菜とか、果物とかの包装を減らす。といったことの提案をしているんですが、このプロジェクトの、この脱プラに関しては、結構難しい状況であります。今後の活動としては、岡島でのイベントの開催だったり、フードロス削減に向けた取り組み。これについてはまだ、検討中で話し合っているところです。であったり、レジ袋削減のための取り組みが挙げられます。で、他にもいろんなプロジェクトがあるんですけど、まず脱プラプロジェクトというのがあります。これに関しては、まだメンバーも少ないので、メンバーも少ないし、あと、それぞれ、人の、メンバーのキャパがそんな空いてない状況なんで、何ができるか検討しているっていう状況になります。で、また、勉強会の実施をしていて、前回は環境倫理についていろんな勉強をしました。あとは、新幹活動で、もっとメンバーを増やしたいっていう、状況です。で、最後に、ご協力お願いしますってことなんですけど、これは、例えば、そのプロジェクト、今紹介したプロジェクトを成功するために協力してくださっていること、できることがあったら協力してほしいし、逆に僕らが何かしてほしいってことがあれば、全然やるんで、ぜひご依頼とお願いします。で最後に、私たちシェアピはインスタグラムっていうのをやってるので、そこから いろんな情報を上げているので、ぜひ、ご覧くださいっていうのと、ご覧ください。はい、ご清聴ありがとうございました。すみません。ありがとうございました。はい、須貝さんありがとうございます。今日はね、環境活動の推進ネットワークフォーラムということでもあるので、いろいろなつながりだったりね、じゃあこんなところで組めるんじゃないかとか、こういう活動してるなら一緒にやりませんかとか、そんな声がお互いにも掛け合えるといいなと思ってます。ぜひ今聞いていただいている方も登壇したメンバーの方でもね、もう直接的に関係あるなって思いながら聞いていました。ありがとうございます。はい、ではここからですね、後半戦、今は4つの事例をね、ご紹介いただきました。今ご発表いただいた4人の方に画面の方に出てきていただいて、少しお互いに質問をしたり、あるいは全体の、ね、投げかけのテーマなどの質問をしていけたらいいかなと思っております。お聞きいただいている皆さんからの、ご質問、コメントも随時受け付けておりますので、チャットの方にご記入いただけたら、ありがたいなと思います。はい、それぞれご発表どうもありがとうございました。
ちょっとほっと一息のところでね、後半のところになります。この時間はですね、ぜひ、先ほどシェアハピの理念でね、ラフに社会問題を語れれば、さらにアクションを起こしてっていう言葉がありましたけど、どうぞ肩の力抜いて、ラフに話せたらいいかなと思っております。はい。そうですね、まずお互いこう話を聞きながら、ちょっとこの人にこんなことを聞いてみたいなとか、その話もう少し詳しく教えてくれるみたいな、質問みたいなものがありますでしょうか。池谷さん、何か今他のメンバーの発表聞いてありますか。はい、ご報告ありがとうございました。企業の取り組みから学生さんの身近な取り組みまで、シェアハピさんとは私直接ではないんですけど、先日もうちの方の、職員や組員さんも少しこうお話をさせていただいた場面もあったみたいで、非常にこう身近なところに取り組んでいられるんだなというふうに思いました。学生にこう広げていく上で、やっぱり私たち市民もそうなんですけど、なんかこう広めていくための工夫っていうか、所属してない方へのこう認知っていうのはどういうことしてるのかなっていうことがちょっと疑問に思いました。はい、ありがとうございます。須垣さん、いかがですか。はい、そうですね、所属していない人の認知、これはなかなかできてないんですけど、例えば SNS でいろんな情報発信したり、あと一番大きいのは新刊活動。これはまだ今年も去年もできてなかったみたいなんで、新刊活動で、こういう団体があるよっていうのをどんどん広めていきたいなって思っています。はい、ありがとうございます。大丈夫でしょうか。ありがとうございます。うん、はい、なんかね、気持ちがこうあっても動き出すきっかけみたいなものが出会えると、あるいは動いてる人だったりグループとか団体があったりすると動き出せるとか、確かにあるなと今思いながら聞いてました。はい、質問でなくても結構ですので、4人の、ね、それぞれの発表を聞きながら感想みたいなことでも結構ですので、先にではちょっと一言ずついただいてからパネルディスカッションに行こうかなと思いますので、今僕の単純に画面で左側の池谷さんから振ったんですけど、続いて豊島さん、よろしいですか。他の方の発表を聞いていたことであったり、はい、質問などかもしあればお願いします。私はアイカープレス工業様と千代田板金工業様の、お話大変参考になりました。ありがとうございました。で、千代田板金工業様、お話の中で PPA の話があったと思われるんですが、PPA は、自社で電力会社作られて、運営されていらっしゃるんでしょうか。いや、電力会社というよりも、PPA は本当に屋根をまずお借りして、屋根に太陽光発電を設置して、そこから需要家様に電気をお送りするというダイレクトなシンプルな仕組みでございますので、それで電気を、買っていただいているということでございますね。はい、ありがとうございます。電力というよりも太陽光発電の、電気を、お売りしている電力売買契約ということですよね。はい、そういうことでございます。最近電気料金が結構上がってきてると思われるんですけど、何かやられていて大変な点ってあるんでしょうか。はい、そうですね。最近というか、ウクライナ以降ですね、ちょうど1年前の、2月からウクライナ侵攻が始まって、入ってくるいわゆる、我が国日本はまだ8割の、電気をですね、化石燃料を燃やして作ってますので、その8割の化石燃料、石油、石炭、LNG は、日本で作れませんので、要するに、海外から輸入してるわけですね。で、結局そこで、ウクライナの問題で、一番効率が、脱炭素的には一番効率がいいであろう、LNG、天然ガスですね、が、ダイレクトにロシアから、ね、本来入ってきたものが入ってこなくなり、
で世界中でまあ枯渇をしていって、で今の、電力高騰になっていると。でまあ、電気の仕組みをですね、基本的にあの今、電力自由化が2016年から始まって、まだ、7年目をようやっと迎えているくらいでございますので、新電力さんもからも電気ね、あの移行された方っていうのも2割か3割いるわけですけども、今またあのちょっと運営が大変ということで、旧の、まあ、あのこの地域で言えば東京電力さんからね、あの買ってる方が多くなってるわけですけど、とにかく電力高騰はですね、そういうあのこの1年で大きく、あの燃料調整費というもので大きくね、あの上がってきてしまってるっていうのが現状ですから、あの本当にいろんな電気を多く使っている業者さんはですね、本当大変な思いをされているというのを、肌で感じております。はい、以上でございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今回のそれぞれの発表の中からも、そのこの山梨ならではというかね、山梨この森が豊かで綺麗な水があって、そしてそのたくさんのお日様が降り注ぐその自然資源含めてですね、まあ、同時にその富士山も含めて山梨だからこその考えなきゃいけないことだったり、まあ、災害への対応みたいなね、結構その脱炭素な未来というところのこうキーワードから、でもいろんな脱プラも含めてですね、絡まり合ってるというか全部つながっていくなということはあのお話の中にもいろいろ出てきてるかなと思うんですけど、じゃあ続いてあの須垣さん、あの他の方の発表を聞きながらちょっと聞いてみたいなとか、ご質問あるいは感想みたいなことでも結構ですので、一言いただけますか。はい、まず、感想なんですけど、実際にいろんな活動をしている、まあ、再エネだったり、まあ、プラスチックの削減だったり、まあ、実際にいろんな活動をして、いられる方々のお話を聞けて、まあ、面白かったのと、いろいろ参考になりました。で、まあ、再エネ、アイカープレス工業さんのについては、まあ、僕らとしても、再エネプロジェクトをやっているので、何か関われることはあるのかなっていうのは、ちょっと考えました。で、パルシステムさんにちょっとご質問したいんですけど、プラスチックトレイから紙トレイに変えたって言ってたんですけど、その紙トレイは、なんか、例えば、紙トレイも資源回収とか、なんかそういうのはされているんですかね。キアさん、どうですか。ミュートになっているので、キアさん、ミュートを解除していただいてね。池谷さん、ミュート解除できますか。すいませんでした。はい、はい、あの大丈夫です。はい、はい、すいませんでした。紙トレイのところのですね、回収もあの引き続きさせていただいております。はい。あの、プラスチックトレーで、まあ、回収してっていうことだったんですけど、やはり、まあ、プラスチック総量使用の削減ということでですね、紙トレーに変えさせていただいたわけなんですけど、そのまま紙トレーで、まあ、ゴミになってしまうわけではなくて、また紙トレーを回収させていただいたものを改めて、作り直させていただく。あの、そういった仕組みでは、先ほどちょっとご紹介させていただいた、卵のパックなんかも、あの、同じような考え方で、通常プラスチックのスーパーさんで売ってると、プラスチックのケースに入ってるんですけど、あの、パルシステム山梨で購入いただく卵のパックは紙のパックになってます。そのパックも改めて原料として再利用させていただいているということになってます。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょうど今、チャットの方でもですね、シェアハピの須垣さんへプラスチック削減も活動の一部のようですが、岡島との連携で食品トレイのリユース化など、興味はないでしょうかって来ていますね。これ、日向さんが書いていただいているかなと思いますけど、日向さん、少しこの質問の補足みたいなことありましたら、マイクオンにできるようであれば、
一言加えていただいていいですか。はい。山梨マイクロプラスチック削減プロジェクトというところで、プラスチック削減の活動をしております、日向です。よろしくお願いいたします。今ですね、私たち、リユース食器のスペースフーさんと連携して、いわゆるスーパーの食品トレイ、肉なんかの食品トレイですね。それが使い捨てではなく、また再生ではなく、リユース化ができないだろうか、ということで、今、取り組んでおります。で、やはり、これ、岡島さんなんかもこの間、新しく、店舗が改装になったんですけれども、量り売りなんかもやってますよね。ですから、こう、量り売り等なんかも、合わせてなんですけれども、リユースのトレイで買い物ができる。そういうような形で、もっとやっぱりこう、プラスチック、使い捨てのプラスチックを減らしていくっていう試みを、やっぱり考えていきたいなと私たち思ってるんですが、どうでしょう？一緒にやりませんかというようなことも含めまして、ちょっと一声かけさせていただきました。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。そうですね。まあ、リユースもすごい脱プラにつながると思うんで、ぜひやってみたい。っていうのと、まあ、岡島さんも、トレイに関しては回収をしているみたいなので、それをどう広げていくかっていうのは今後考えていきたいなって思っています。ありがとうございます。今は、あれですよね、岡島さんが回収しているのは、多分、F ピコさんとの連携で、トレイトゥートレイだと思いますけれども、今回私たち考えているのは、そのままトレイを洗浄してリユースする。はい、またぜひ一緒にもし取り組んでいただけるパルシステムさんとかも皆さんありましたら、ぜひお声掛けいただければ嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。脱プラはまさにこの脱炭素の結構ど真ん中でもありますよね。そのプラスチック資源がどうしても石油由来のところに入っているところなので、そこへの課題の取り組みっていうのは直接脱炭素の未来もつながるところかなというのは思いながら、はい、ありがとうございます。お待たせしました、アイカープレス工業さん。皆さん揃っているので、お一人ずつでもいいですし、どなたか代表してという形でも結構ですので、他の発表者の方のお話聞きながら、思ったことであったり質問等ありましたら一言お願いします。アイカープレス工業のアイカーです。今日は貴重なお話ありがとうございました。私のから一点パルシステムさんにお聞きしたいことがあるんですが、そういうちょっとしたそのプラスチックの削減でしたら、トイレットペーパーの包装袋を短くしたりとか、そういう取り組みっていうのは社内の中でそういう専属の部署が存在するのか、それともそういうなんかプロジェクトを社内の中でメンバー集ってそういう活動を行っているのか、そのあたりをちょっとお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。はい、私のからで大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。先ほどのですね、いただいたものはパルシステムグループ連合会での開発商品になっておりますので、連合会の方には環境推進課というところがありまして、まあ、そこでのご意見であったりとか、その環境の委員会というものには私どものパルシステム山梨の理事や職員なんかも参加してますので、そういったところでさまざまなご意見をいただきながら、いろんなものを商品化しているようなものになりますので、パルシステム山梨の中にその環境に特化したことをですね、検討をして商品化していくっていうものはないんですけど、連合会と共同してですね、さまざまな商品開発をしているという形になります。先ほど の本当に少しの部分なんですけど、トイレットペーパー、確かにスーパーさんから持ち帰るときにはこう取っ手に手が入らないとすごく不便なんですけど、私たちはコンテナに入れてドライの商品なんかをお届けしますので、部分がなくても、まあ、ご自宅の中で動くだけになりますので、まあ、そういったところから開発された商品になってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにそういうのって毎その新商品案みたいなやつはもう毎月何十件とか出てくるものなんですか。
すいません、私はちょっと直接ですね、商品企画の方に携わっていないのであれなんですけど、連合会の方ではさまざまな商品を企画したりですね、現在ある商品をリニューアルしたりってことはしてるかというふうには思っております。すいません、ちょっと正確なお答えじゃなくて申し訳ないんですが、 ありがとうございました。私からちょっとご質問をさせていただきたいと思います。はい、お願いします。シェアハピの、須垣さんでよろしかったですかね、にちょっと伺いたいんですけども、先ほどのプロジェクト の, 1号館の屋根に太陽光というお話もありましたが、弊社もですね、今県内のいくつか の, 大学さんもですね、今お話をね進めているところもありますので、もしいろいろ連携できるようであればお話のご協力をねさせていただくこともできるかなと思いまして、お話が一つで、もう一つですね、先ほど我々 の, お話にもありましたように、グレッタ・トゥーンベリさんの、ああいう、まあ、いわゆるティーンエイジャーというか、の、方々のこう活動っていうのは今、3年ぐらい前からですかね、大きく世界中のムーブメントになっているというふうに認識してますけども、それ鶴文さんの学生さんの中では、例えば金曜日 の, 午後をね授業を受けないみたいなことで、ストライキ的なことみたいなねことをグレタさんのグループはやってらっしゃるというふうに思ってますが、そんな動きはあるんでしょうか。ちょっとご質問をさせていただくと。はい、そうですね、まずグレタさんの、所属しているムーブメント、フライディーズフォーフューチャーっていうムーブメントなんですけど、それは実際僕が入っているっていうか、そこで活動しています。で、僕は2年前からフライデーズフォーフューチャー、今岩手にいるんですけど、岩手の時から活動していて、いろんな活動をしていました。で、僕の場合は大学授業ストライキとかじゃなくて、放課後とか空き時間にスタンディング、駅前で啓発活動というのは、たまにやってました。でも今は、大学内にもフライデーズフォーフューチャーのメンバーは複数いるんですけど、ちょっと今は活動できてない状態にあるので、これからまた余裕ができたら何かしらやっていきたいなっては思っています。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。世界的なねこう動きの流れの中とリンクしながらだなと今思いながら聞いてました。そしてね、学長さんにも直接お話をしているぐらいですから、僕も菅木さんの話を聞いたときに、あれ、これまさにアイコのプレスさんと先頭田さんのところがあって思いながらね、聞いていました。はい、ありがとうございます。そんな中でいくつかチャットの方にも、質問だったりコメントが上がってきているようなので、少し読ませていただきますね。シェアハピさん、身近なところからのさまざまな取り組み、学生さんならでは素晴らしいと思います。学食、ビーガンメニュー、留学生も多い鶴文化大学だから、お互いの文化の理解につながるような取り組みになりそうで良いですね。大変なことは妄想ですが、楽しく活動していただけますようにってメッセージが、来ています。そして、こちらは、ゴミの分別資源化について各自治体で随分と差がありますが、山梨県として条例を作るなどをして、ボトムアップを各自治体に促すことはできないのでしょうか。はい、ゴミの部分のことについてね、どんなアプローチ、どんな方向から、一つのアイデアとして、そんなコメントも今上がってきています。そしてこれはご質問入ってそうですね。皆さんのご報告、とても興味深く伺いました。アイカープレス工業グループさんへの質問です。屋根上太陽光発電設備の設置、フォーパーミルイニシアチブの事業についてもう少しお聞きしたいと思いました。営利事業として取り組んでいらっしゃると理解しましたが、間違いないでしょうか。本業の金属化工業との関連はどのような位置づけでしょうか。2社のはどのように協力されているのでしょうか。これはちょうど箕浦先生からですね。はい、井上先生、これ少し質問の補足というか、
意図みたいのを。はい、そうですね。ちょっと、この文章だけだとなんか、ぶっきらぼうな感じにも見えちゃうんですけど、いや、素晴らしいなと思って伺って、そういう民間の企業さんがこういう取り組みに、本格的に取り組んでいらっしゃるっていうのが素晴らしいなっていうのがまずあって、で、その上で、まあ、どうしてこんなふうにやられてるのかなとか、どうやっておられるのかなとか、もっともっとお聞きしたいなっていう趣旨なんですけれども、まあ、プレスとか、板金ってこう、会社の名前についてますので、そちらがもともとの本業だと思うんですけど、それとどういう位置づけでやってらっしゃるとか、2社がどんな関係で今これに取り組んでらっしゃるとか、そのあたり、まあ、事業として社会貢献の意味合いを持ちながらも、理事業としてやられる。まあ、会社が、やっていく上では、それがとても逆に大事なことだと思うんですけれども、その上で、その事業としての可能性といいますか、やっておられるところの、経営上の、なんていうんですかね、どんなふうに手応えを感じていらっしゃるかとか、そういうようなことをもう少しお聞きできたらなという趣旨で書きました。はい、ありがとうございます。では、アイカープレス工業さんからお願いできますか。あ、はい。弊社ですが、ご質問の通り、メインは板金加工をメインで主体でやっております。その中で、太陽光パネルを屋根に設置する際の取り付け金具があるんですが、そちらを弊社、今手元にあるんですが、こちらは弊社でプレス、板金プレス加工を行いまして、こちらを船頭田さんの方に、まあ、提供しており、船頭田さんが屋根上太陽光を取り付ける際に弊社の金具を使用していただいております。その辺の関係ですね。あと補足ありましたらお願いします。はい、はい、ですね、アイカープレスさんがこの屋根置きのこの金具を、1年数ヶ月研究を重ねて特許を取って、作ってらっしゃるんですね。で、我々屋根の専門家というか屋根の工事店として、いろんなメーカーさんの、こういう屋根上の太陽光設置する金具っていうのを使用してきたんですけれども、アイカープレスさんのこの金具がですね、通常より、二手間半くらいですね、とにかく簡単に設置できるんですね。で、簡単に設置できるだけではね、ダメですけど、ちゃんと雨漏りもしなく、本当に、優れた金物でございまして、これは我々今までいろんな金具を使用してきたんですけども、これに出会ってですね、これは素晴らしいと思いまして、で、これを作ってるアイカプレさんが、まあ、山梨で、いらっしゃって、で、敷地内で一番最初に、太陽光をね、やられてるということも知って、で、ぜひ協力をさせていただきたいという協力をお願いしますということでですね、我々いろいろ志が一緒の方向だったもんですから、弊社としてはアイカープレスさんのグループに、入らせていただいて、今弊社がこの、金具をつけて使わせていただいて、山梨県内およびね、近隣の屋根の上に設置をするということをね、ずっとやらせていただいております。で、ご質問にありました営利事業として取り組んでらっしゃると、まあ、それは当然営利事業としてね、取り組んでおりますが、やっぱり太陽光パネルまだある程度初期に比べると価格は下がってきたとはいえ、まだまだ大きな金額のね、お金がかかりますので、そこはやっぱりしっかりしたですね、まあ、事業継続性、まあ、サスティナビリティをですね、しっかり永続性をしっかり持ってですね、で、まあ、2030年に向かって当初の目標を掲げてですね、屋根上が太陽光はまだ屋根上はできるあまり進んでないっていうふうに認識をしてるんですね、我々。そういう部分もありまして、とにかく屋根で発電して下で電気を使うというのが一番エネルギーマイレージが短いということが明らかでございますので、まあ、あと山梨県はですね、特に甲府を中心として金属のこういう屋根の場合盆地ですと40度とかになったりして暑いわけですよ。でそこに太陽光パネルが屋根で発電をするということで乗っかるとですね、空間もありますので大きく
省エネになるんですね。夏は10度ぐらい涼しくなって、冬は5度ぐらい暖かいといういわゆる省エネ効果っていうのも大きくあるんですよ、実は。これパルシステムさんもね、よく屋根に太陽光乗せてらっしゃると思いますので、お感じになってると思いますけれども、そういう効果っていうのがね、二重三重にありまして、あと山梨県という地の利もあるということと、アイカープレスがこういうふうに金具を作ってらっしゃるということが大きなね、この事業の一つの、特徴ということでございます。はい、以上でございます。あ、三浦さん、ミュートになってますよ。はい、はい、ありがとうございました。よくわかりました。大変素晴らしいと思いました。はい、ありがとうございます。ここにまでも金具の実物を見せていただいて、そうか、そうだよなって。このソーラーパネル自体はね、こういろんなところでこうよく見るんですけど、こうそれを進めていく上でいろんな、どうしてもちょっとした引っかかりだったり、いろんなことって、でもそれを技術の力であったり、磨き上げていく力で解決されて、それで進んでいくんだなってことも今話伺いながら、ちょっと今度パネルを見るときに見る場所が変わりそうだなと思いながら伺っていました。はい、ありがとうございます。チャットの方には少しね、先ほどのゴミ処理のことだね、関連のコメントが少し上がってますね。ちょうど郡内の方はゴミ処理場新設計画のところでやるので、まあいろんな形でっていうことも、条例化の話など、まあ、今回のこう脱炭素な未来のところでいうと、やっぱり、まあ、ゴミはそもそもね、それが少ない方がいいですし、プラスチックであったり、そうした部分がより減らせる状況になれば、まあ、当然、脱炭素な未来にもこうつながっていくところかなと思いながら、そちらに今、コメントを拝見いたしました。ありがとうございます。なんて話をしているうちですね、時間はあっという間に過ぎていくなと思いながら、今、ちょうど40分過ぎのところですね。今さ、ソーラーパネルがこの屋根に置かれることで、もちろんそのエネルギーがっていうところもありますし、同時に余計な熱を取ってくれるというか、そういう効果があるんだなみたいなこと。あるいは、ソーラーパネルで言えば、よく、森とかね、いろんな場所をこう切り開いて、で、困るじゃないかっていうような話も聞かれますけど、屋根の上はまさに両方が、そこをちゃんとこの山梨の豊かな自然を守りながら、同時に脱炭素に向かっていくっていう、ごくごく具体的な一つのことかなと思いながら、伺っていました。今また新たにコメントが、はい、脱炭素に向けて、ああ、なるほど、諸行建設のところですね。はい、まあ、いろんな形でね、声が届くような、いろんな人が関わっていったり、アイデアがね、つながっていくような、そんなシステムが大事かなというようなことが、チャットの方でも上がり上げていただいています。はい。いろいろ、お伺いしようとしているうちに時間が迫ってきているんですが、ではちょっとね、今回登壇いただいた皆さんに、一言ずつ最後にいただいて、一旦ここを区切らせていただこうかなと思うんですけれど、もう本当にご自身の関心のあるところみたいなところで結構なんですけれど、今日は参加した人がね、こうちょっとでもなかなか脱炭素って大きい話だしなとか難しいなとか、どっから始めたらいいかなとか、まあ、いろんな思いで、参加されていると思います。個人の立場の方もいらっしゃれば、同時にその個人の方は、家庭があり、あるいはどっかの企業団体に所属しながら働いていたり、あるいはその企業の立場でっていう方もこの場には多くいらっしゃるかなと思いますので、まあ、そんな人たちにちょっとでもこう一歩踏み出す、あるいは元気になれるような、そんな場に今日はなったらいいなと思って、皆さんにも事務局の方がね、お声かけさせていただいた次第なんですが、まあ、この脱炭素社会のこう実現に向けて、こんな取り組みができるんじゃないかな、あるいはこんなことを一緒に進めていきましょうとか、まあ、思いというかね、意気込みといいますか、そんなことを一言ずついただいて、このパネルディスカッションの、締めにしていきたいと思います。
そうですね、これはじゃあ、登壇いただいた順でよろしいですか。心との準備が。はい、では、豊島さんからお願いできますか。あ、はい、そうですね、脱炭素、取り組みをしていかなければですね、自分が生まれ育ってきたこの山梨県の自然豊かな住みやすいこう山梨をですね、私たちの未来世代に残していけなくなってしまうっていうような考えを持っております。そんな関係で、山梨中央銀行は、現時点ですが、2030年までに CO2 排出量を2013年度比マイナス 60% という目標を掲げました。で、この目標を達成するためには、様々な施策をですね、どんどんやっていかないと、ちょっと間に合わないような状況です。で、私どもちょっと危機感を持ち始めまして、様々な取り組みを開始したんですけども、やると同時に、皆様の方に PR させていただいてですね、山梨県全体の脱炭素の取り組みはますます盛んになっていただければ幸いと考えております。以上です。はい、ありがとうございます。取り組むと同時にね、それを発信していただくことが、一人一人への力づけにも今なるかなと思いながらお伺いしました。では続いて、アイカープレス工業さんお願いします。あ、はい、本日はありがとうございました。弊社ですが、本業はやはり板金プレスということと、あとプラスチック成形やってるんですが、今その太陽光の自家発電を使用しながら、メインで作っている製品が電気自動車の部品を生産しております。で、今後も強化していきたいところっていうのが、電気自動車の部品っていうところを、に今特化しておりますので、電気自動車っていうのも、脱炭素につながっていくと思いますので、そういう取り組みを今後も会社として強化していきたいと考えています。以上です。はい、ありがとうございます。はい、では続いて、はい、どうぞ。あ、よろしいですか。はい、続いてどうぞ。はい。弊社はご説明したようにですね、まず屋根に、空いてる屋根にはですね、できるだけのやっぱり太陽光パネルを設置するということで、脱炭素に貢献していきたいというふうにね、思っております。やっぱり一番CO2 を出すというのところで考えますとですね、やっぱり発電というところが一番多くのね、CO2 を出しているという現状がございますので、その CO2 を出さない再生可能エネルギーをいかに広げていくかということを考えますと、やっぱりいろんな再生可能エネルギーも新しいテクノロジーもありますけれども、まず一丁目一番地はやっぱり屋根の太陽光だというふうにね、認識をしておりますので、まずここにおられる皆さんのいろんな関わり合いというかですね、ご協力をいただきながら今後も、屋根の太陽光の発電設置をですね、進めていきたいというふうに思っております。またご協力をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、相川さん、先頭田さん、ありがとうございます。はい、では池谷さんお願いします。あ、はい、本日はありがとうございました。私たちのところではですね、先ほどお話しさせていただいたビジョンとはちょっとまた違うんですけど、今年度のところでですね、超えていく、もっといい明日へ超えていくというテーマをですね、グループ全体では掲げてます。それはですね、サステナブルに考えるときに、まずは身近なことを無理をしてとか大きなことではなくて、みんながですね、日常の中で一歩一歩を進められる、ちょっとだけ超えていくっていうことをテーマにですね、しておりますので、私たち生協としてできる大きな取り組みもあるわけなんですが、本日ご参加いただいている、ご登壇いただいている山梨中央銀行様や愛川プレスさんや千田バンキンさんなんか、やはり県内で活躍される企業様と様々連携をしてできることなんかを考えたり、そして学生さんや市民の方とですね、できる身近なこと、そういったことに取り組みながら一つ一つですね、脱炭素の社会に向けて実現をしていきたいというふうに感じる時間でした。本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。では須崎さんお願いします。はい、
本日はありがとうございました。まあ、気候変動とか含めた環境問題っていうのは、まあ、こういうのを解決しないと、まあ、いろんな人が苦しむ、命を脅かす、大変大きな問題でありますので、まあ、これから自分たちができる範囲で、いろんなことに取り組みながら、そして成功させながら、いろいろ行動していきたいなと思っています。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さんの登壇した皆さんに改めて盛大な拍手をお願いします。聞こえますか？はい、ありがとうございます。皆さんもね、よかったらチャットの方にね、感想であったり、よし、じゃあこんなことからしようかなとか、こんなこと思ったよってことを書いていただくと、一緒にね、聞いている皆さんの共有にもなるかなと思いますので、よかったらチャットの方に感想、コメントなどをぜひお寄せください。では、後半の部のね、パネルディスカッションの方も、これで一区切りとさせていただきます。司会を事務局の方にお戻ししたいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。豊尾委員はじめですね、参加者の皆様、熱いお話ありがとうございました。有意義なパネルディスカッションとなったと思います。以上をもちましてですね、環境活動推進ネットワークフォーラムのすべてのプログラムを終了いたします。本日は本フォーラムにご参加いただきまして、どうもありがとうございました。はい、それではですね、一応フォーラムの方は閉めましたけれども、チャットの方をですね、まだ書き込む方いらっしゃるかもしれませんので、しばらくですね、チャットの方を書き込める状態にしておきますので、ご承知ください。3時までですね、3時まで一応上げておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。